1> イ1 6型潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦の艦級、巡潜兵型とも呼ばれた。同型艦8隻。以後第47潜水艦を除き、太平洋戦争ですべて潜没した。公表的での白地攻撃。通称破壊20時死に20隻長の小船を撃沈したほか、対戦末期には回転攻撃に利用された。 当初は、オツ型潜水艦として、建造の予定であったが、水上偵察機と搭乗員の不足が明らかになり、水上偵察機の搭載を廃止した。その代わりに、魚雷発射艦の数を2門増やし8問とし、また魚雷搭載数を20本に増やし、魚雷兵装を強化した。船体は、オツ型と同じとなる予定だったが、建造を急ぐため石型潜水艦の船図を、 流用した。その他式は小型、オツ型潜水艦と同じものを搭載している。第3次海軍補充計画で、計画番号 S38 都市5隻、16、18、20、22、24が建造され、1940年から1941年にかけて竣工した。その後、丸ル計画で、 計画番号 S38 バイトとし6席が計画され、うち3席が1944年に竣工した。この3席は計画番号は変わったが戦隊寸法、兵装等の要目はほとんど同じである。なお、丸級計画艦は、お津型改め1と同様に内閣版を DS 項から南項に変更している。丸追計画で計画された6席は、 計画番号 S37D とし、うち3隻が竣工した。兵型改め潜水艦とも呼ばれ、オツ型潜水艦から航空兵装を除いた艦型である。詳細は、e、E52 型潜水艦を参照のこと。改め丸5計画で40隻の兵型潜水艦の建造が計画されたが、すべて建造取り留めとなった。計画番号 S49 バイト。 お津型潜水艦の船体で、艦工部に、機雷付設設備を搭載する予定であったという。太平洋戦争開戦前に巡航した5隻は、公表敵を1隻ずつ後部艦板に積み、真珠湾攻撃に参加した。その後も、公表敵で各地の白地攻撃を仕掛け、また通称破壊戦を行った。ガダルカナル島に米軍が上陸すると、各艦ソロモン方面へ進出したが、 主に輸送任務に従事し4隻を喪失した。残りの1隻もアリューシャン方面のキスカ島輸送に従事中戦没した。大戦後半に巡航した3隻のうちイオン16はフィリピン方面で戦没、残りの2隻は回転を搭載したがイオン18が戦没、残ったイオン17は戦後米軍により処分された。大戦中は主として 公表的の輸送や各地への輸送任務に、対戦後半は回転搭載任務に用いられ、自らは目立った戦果を上げることができなかった。充電能力や量波性に優れていたが、運用に問題があったと言える。E20 は、昇船発石を撃沈しており、同じく発石を撃沈した E165 と共に、撃沈石数では、日本潜水艦第5位にランクインしている。 姉妹艦8隻からなる E16 型のうち、海戦前に竣工した5隻は、巡戦を継がた7隻と共に4個潜水隊を編成した。すべて、横須賀鎮守府に配備されたため、横鎮の固有番号の1から10までの番号の潜水隊である。対戦後期に竣工した3隻は、訓練部隊である、第6艦隊第11潜水船隊で、訓練の後、 第15潜水隊に編入された。横須賀鎮守布石の E16 と、巡船伏津型の E15、E17 で編成。C1 型からなる仙台の第1潜水隊が、所属艦の除籍により1929年4月1日に、解体されて、以来、4代目となる。昭和17年2月1日に、第2潜水隊の E18、E20 と入れ替わる形で、e、E15、 E17 が第二潜水隊に転出した。昭和18年9月25日に解体された。横須賀陳述席の E18、E20 と巡船オツ型の E19 で編成。S 型からなる仙台の第二潜水隊が所属艦の助席により1929年4月1日に解体されて以来5代目となる。 昭和17年2月1日に第1潜水隊の E15、E17 と入れ替わる形で、E18、E20 が第1潜水隊に転出した。昭和19年4月25日に解体された。横須賀鎮守布石の E22、巡船オツ型の E21、E23 で編成。海中1型、海中2型からなる仙台の第3潜水隊が、 所属艦の除籍により1932年4月1日に解体されて以来5代目となる昭和17年12月15日に解体された横須賀守述籍のイ、e、24巡船を姿のイ、e、25イ、e、26で編成 L2 型からなる仙台の第4潜水隊が所属艦の除籍により1940年4月1日に解体されて以来 三代目となる。昭和17年8月10日に解体され、所属艦は第二潜水隊に編入された。ありがとうございます。